ザシア撃破。今回は、バルディーナ、ヒートロトム、ガラルヒヒダルマを使ったサイクル戦法、バヒダルマサイクルを使用します。ロトム出して損はない気がするけど。いや、選出難しそう。相手もかなり悩んでますな。新田さん、よろしく。バヒダルマサイクルとは、トンボ返りを覚えた、物理受けバルディーナと、ボルトチェンジを覚えた物理受けヒートロトムを駆使し、超火力、技範囲を両立したお化けポケモン、ガラルヒヒダルマの無償降臨を狙ったパーティである、高校トンボルチェンによる対面操作により、神耐久のガラルヒヒダルマを再利用することを狙う。ここバルジーナ出していきたいな。止めるかな、それとも相手。捨てるとかではないと思う。あ、引っ込め、なるほど。じゃあ通ってんだ、ヒヒダルマ。はい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 、これ出しがち。トンボ代わりでサイクル回していくか。バルジーナ、ガブリアスやウーラオスの攻撃を受ける耐久を持ち、再生回復を兼ね備えたハイスペックイカサマバード。出会い頭は効かないかな。オッケーオッケー、トンボで引いて、ここは悪事もらったらきついからバルジーナに引くか。羽で引いてザシアンかな。ザシアン、ここはきついな。ヒートロトム出したいな。ヒートロトムでいいよね。ロトム出します。普通に殴ってきてくれればいいんだけど。あー、うまいな、身代わりか。それはしんどい、それしんどいねー。ヒートロトム、炎電気という優秀なタイプを持つ超便利家電ポケモン。サンダー、ザシアンにちょっとだけ有利だが、回復手段がないため長期戦には向かない。まあいいでしょう。オッケーオッケー、耐久下がるの偉い、いいよ。で、ヒヒダルマ出すか。グソクムシャに引いてくると思うから、トンボ返りするか。ガラルヒヒダルマ、今回の主役、氷、炎、地面という環境にぶっ刺さりの攻撃範囲と特性ゴリム中による馬鹿げた火力を持つ。ダイマックスのない今、このポケモンの攻撃を受けることはしない。 HB ですかね、わからん。 HB かもしれない。まあ、グソク出てくるからトンボで、でグソク多分半分以下になると思う。 OK。で、グソクが危機回避で引くじゃん。こうするとね、トンボ返り発動しないんですよ。それはまずいわ。グソク武者の特性、危機回避派、体力が半分になった時、強制的に後退する、トンボ返り、ボルトチェンジ、クイックターンを受けて発動した場合、これらの技を使ったポケモン派技の効果で後退できない。そうじゃないんですよ、やりたかったのは。削るか、とりあえずダシアンを。間違えたぜ。そうじゃねえんだよな。やばい、危機回避発動したらトンボ返り発動しないんだった、忘れてた。決まった。まあいいか。プレミだったわ。そうじゃねえわ、やりたかったのは。フレアドライブが正解でしたな。まずいぜ。いや、フレダロだったらガブれてきたから関係ないか。一番いらないポケモンはヒートロトムかな。これまずいな。じゃあでは半減なのでこの程度。よし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 。いや、いいファイトもらっちゃうな。いや、リビで。オッケー、いいね。ガブかな。うん、ガブリアス機能停止。うん、よし。うわー、まだだ、まだ負けてない。バルジーナに引こうかな。ここはバルジーナで攻めるぜ。エッジを外す。オッケー、当たりません。技が当たりません。ザシアンに、ここザシアン引きだよな。トンボ返りでいいか。あ、どうだろう。
あー、ガブ突っ張るか、オッケーオッケー。だったら、さすがの耐久、ガブが火傷したので、バルジーナを何回でも出せるようになりました。うまく残しながら戦いたいですね。あれば出してトンボ狩りでいいや。ほぼフレドラで、うん、オッケーオッケー。具足か、まあいいでしょう。具足も多分落ちる。具足だったらトンボ代わりでよかったかもしれないけどね。オッケーオッケー。でザシアンじゃなくてここガブが出てくるから、いやこれダルマがねガブの攻撃で落ちるよな。ガブリアスをフレアドライブ圏内に入れれば勝てそうですが、まだきついと思うので慎重にいきます。多分勝てるなこれは。引っ込める？引っ込めない。オッケー、エッジ当たらない。でも当たってもどっちでもよかったかなここは。ここトンボ返りかな。あーなるほど、めっちゃ当たらないじゃん。いやだったら、いや大丈夫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 、まだ大丈夫、全然バレジーナ余裕ある。こうだな。エッジ連続外し、あいつすぎる。いや当たり前のように当たらないからね、面白すぎる。いやポケモンバトルだな。まあ、ここ交代はどうせないからボルチェンでいいかな。ロトム落ちてもいいや。うん、耐えるんだお前、やるね。だったらオバヒ打ちたかったな。まあいいや。オバヒでいいや。ガブリアスをね、あれ、おやったぜ、これは助かる。オッケー、ガブがフレドラ圏内に入ったね。これヒヒダルまでいけるんじゃない。あ、オッケーオッケー、上取ってんだ、えらいえらい。よし、いやザシアンは多分倒せると思う。あ、いけるか、ダルマゴリラ頑張れ。うおー、フレアドライブ、ザシアン撃破。うおー、ナイスー、よし、はい勝ちました。新田さん対戦ありがとうございました。ナイスー。いやーいけるなこの選出、使えまだまだ全然使えるな。あーステロ巻いてくる、あの選出がみんなステルスロック弱点だから、ステロ巻かれるとあの反壊する、反壊ってか勝手にみんな死んでくんだけど、それさえなければねかなり結果出せる選出ですな。うおー、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、評価、チャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いしますぜ。